はい、どうもよろしくお願いいたします。洋式左官からゲームでブログ忍者対戦で知ってるのコーナーでございます。私洋式左官から店長中吉真澄です。いつもありがとうございます。さあ今回は装備がね、上げてもなんか強くなんないな、なんかなっていう人のためにちょっと意識してほしいところを言おうかなと思います。こちらですね、護符でございます。護符です。はい、やっぱりね、なんか1上げるだけでね 50% 以上の攻撃力が上がるんで強いんですよね。単純に1上げるだけでも。でここをただこの経験値ね、ご覧ください、127,620。護符が1枚集まるのに200しか当たらないですね。だというだけで600枚くらいいるっていうね。やべえなっていう。やべえなこれっていう。600枚ってなるんですけど、ただこれ、すごいいい、まあなんかね、ありがたいシステムだなと思うのは、バカバカに課金をしまくってもね、レベルがそんなに反映されにくいというか、だからまあね、もうだって護符のレベルを19にするのに課金しようとしたら多分なんか恐ろしい金額になると思うんですよ。で、やっぱ難しいですよね。やっぱそこはね、プレイ日数に比例してちゃんと上がるっていうのはね、ちょっとありがたいかなっていうね、先輩風が吹かせるぞと思うんですけど、まあどこで、ね、大体のゲームは一緒で、そんなもんなんですけど、ってなってきたら、やっぱりこれを日々どれだけ経験値をちゃんと集めておくかっていうのもなんかすごい大事なんじゃないかなって僕は思いまして、ちょっとね、どう集めていくかをちょっと意識しての喋っていこうかなと思います。まずは、里に去っといて。いや、激ヤバサブギャグ言いましたね。なんかサブダジャレ言いましたね。まあ、いや、よかったら使ってください。ね、これ、多分、二度と使えないと思うんでね、もう。他では使えないと思うんでね、まあ、行きましょう。まず、里で、まず、銀を、まず、死ぬほど全部買って、30枚買って、護符も、もう買ってもらいましょう。もうお願いですから、買ってくださいっつって、里をさえ頼み込んで、もう、とりあえず全部買ってもらいます。もう頑張るからさ、買ってよっつって、もう、何か買ってもらいます。で、次。で、大激戦に行って、もうここの五分を巻き戻し買います。で、さらに銀も20枚あるんで買います。で、伝説の巻き戻しは正直、ちょっとね、これ必要なお金が1111もいるんで、ちょっとこれ割に合わねえからもう僕は買いません。うん。で、行きます。で、次はデイリーでね、もうここで五分、毎日、ね、忍者出させてもらえるじゃないですか。ありがたいっすね。もう溶かします。秒で溶かします。で、ここで日時任務もね、里を訪問するだけ1もらえるんで、これもらえます。8枚ですね、これでね。で、対人は、何でしょうね、2、3もらうか、20回買ったら5枚もらえるので、安定してたかなーって、あんまちょっと覚えてないんで、まあ、だいたい30枚くらいもらえてるとしましょう。っていうのを踏まえて、ざっくり計算すると、巻物が、15枚。で、さらに、銀が、だいたい96枚くらい集まりました。はい。で、さらにそれを、もう、ちょっとね、34だと、語呂が悪いんですね。4枚で1枚に合成できるんで、できれば4の倍数にしたいんで、あともうちょっと、銀を買います。闇市でもアホみたいに買います。もうとにかく買いまくりますもん。もう、これでも買ってくらい買います。買える範囲で。で、まあ、今回はちょっと少なめに見積もって、まあ、10枚くらいしか買いません。はい。だから36になって、そこを合成して、で、また集めてとかってやった結果、まあ、だいたい経験値が9000くらいになりました。はい。っていうことは、6万の経験値に対して9000枚、だから600枚の護符に対して45枚をぶつけたら、週に、ぶつけ続けたら、600÷45 は、そうですね、13週でね、これだいたい、そうですね、3ヶ月ちょいくらいでね、いけますね。えぐいな待ってください。ね。ここで、なんでこのゲームやべえな、このゲーム。ダリーなって、ちょっと思わない。ちょっと、違うんですよ。こういうのを楽しむところがあると思うんですよ。
ある種なんかじゃね、なんか資産運用の話かっていう話なんですよ、これ。で、何ヶ月までお金持ってたらお金こんだけ増えますよ、みたいな話をね、されてるみたいな感じになっちゃうんですけど、こういうゲームなんですね。まあでもなんかね、デイリーボーナスとか、なんかこういうところとか、ルーレットとかで、なんかガサッともらえたりもするんで、なんかありがたいね。なんだったらもう強くなってきたら、これ使わないなっていう忍者を、溶かしてしまって、溶かすともらえたりするんで、もうちょっと早いと思うんですけど、まあやっぱり、なんかね、気長なゲームだと思ってもらって、これどう思うかですよね。なんか、よし、これでもっと効率的に経験値を集めて頑張るぞって思うか、ダリ、やべ、えぐいこのゲームって言ってやめちゃうかんだ。多分ね、コツコツやっていくっていうのが好きな人は多分、いけると思うんで。まあ、まあね、ちょっと、僕は最大レベルまでどんだけかかるんだろうっていうのをざっくり計算したんですけど、2年半って出てきて、ちょっとやめそうになったけど、逆に言うと、なんか、コツコツやっていったら、なんか、いずれは強くなれるんだなっていうのは、もう何回も言いますけど、楽しいところだと思うんで、ぜひ皆さんもね、語符ちょっと集めるのを、もうちょっと意識してやっていったら、ね、きっと楽しいんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひやってみてくださいっていう感じで、幼少期盛んから、ゲームでブログ、もう語符、えぐいな、の回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、Twitter フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。